京です。前回に続いて、コートのね特集の内容についてお話ししていこうかなと思います。はい、ツイッターかな、今 X か、うん、X の方ではもう、告知始めてるんですけれども、まあ、新入荷ですねの商品が今こちらずらっと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12着ですね、先行で入ってきてます。で、まあ、僕の体験的にちょっと着れるものは限定されちゃうんですけれども、僕が一応着れる48から46、あるいは50でも48寄りのやつをちょっと試着していこうかなと思います。はい、で本来だったらね、ジャケットをちょっと着て、その上からコートを、ね、羽織りたいんですけど、それだとね、僕が着れるちょっと範囲がね、狭くなっちゃうので、あえて今日は薄手のニットでやらせていただきます。まあ、物によってはね、ちょっとジャケット着た方がいいかもしれないんで、その時はちょっと着させてもらいますね。はい。どれから行こうかな。これいけるかな。はい。じゃあ、これいっちゃいましょうか。はい、何ですか。これは、ダルコーレです。お、はい、いきなりドキュー来ちゃいましたよ、うん、オーナーのこれ隠し玉だと思うんですよね、この感じ。いや、なんとカシミ 100% です、はい、でもダルコーレといったらもうビスポーク注文服ですよね、うん、これももちろん注文服になりますね。と公式サイトのブログとインスタグラムの方でもお話ししましたけれども、やっぱりそのコートっていうのはその仕立て品の中でもやっぱ別格なんですよね。別格中の別格っていうか、やっぱり使うしこの資材ですよね、このファブリックもすごくやっぱ自圧なものを使えますし、でやっぱりその体の一番外にまとうものなので、そこのやっぱハウススタイル、やっぱり自分が一番好きなハウススタイルをやっぱり持ってくるっていうのはあるかと思いますね。なので、まあ、集大成、そのご自身のファッションのやっぱ集大成っていうのがこのコートになるのかなと思いますが、まあ、これ44サイズなので、僕にはちょっとちっちゃいですね、やっぱり、はい、確かに袖が、うん、丈が足りない、うん、なんかジャケットだったらちょうどいいかなっていう、ね、長さですね、うん、なんですけど、一応ね44サイズ相当の人に着てもらったんですけど、この肩周りはね、割とキャパシティがありますね。要はその許容範囲がしっかりあるから、うん、僕が着てもこの辺りは全然窮屈さを感じないですね。さすがにジャケット着ちゃったらもう着れないと思うんですけど、かろうじて、まあ、今着てこのシルエットっていうのが出てるかなと思います、うん、肩周りが綺麗ですよね。あ、肩周りの雰囲気出てる、うん、出てる。あ、よかった、よかった、うん、こういう感じです、うん、もうダルコーレですね。そのダルコーレのシルエット、ジャケットのシルエットもそのままコートにしているっていうような印象です。このやっぱ襟のここですね、やっぱ襟越しこの高い位置にありますね。ここでこう綺麗な流麗なこのナチュラルなショルダーライン、高いこの裾に広がるような綺麗なショルダーラインですねが出てますね。で肩はあ、にかかりちゃうんですよ、うん、ふわっとした感じ、うん、なので全体的にこう、なんていうんですか、こうグラマラスなこういう雰囲気っていうんですかね、起伏に富んだシルエットで、でかつこの肩とか、まあ、いろんなところが全て曲線で表現されてるっていう、こううねるような曲線っていうのは、まあ、伝えるかなと思いますね、うん、で読みはね、ミディアムグレーぐらいだと思います。ちょっと脱いで、あ、脱ぐ前に生地でこのまま寄せればいいか。あ、そうです、ね。うん、こういう感じです。起毛系ですね。うん、めちゃめちゃ肌触り。程よい光沢感がありますね。これはね、気持ちいいわ。本当に重毛のいいところすべて入ってるって感じですね。やっぱり着ただけでもね、あったかいですよ。これは。軽いですか。いや、もう軽い。もう全く重量を感じさせない。さすがだね、これは、うん、なので、合わせとしては、まあ、何にでも合うんですけれども、まあ、言っちゃえば
割とねスタイリッシュに着こなしたい方とかにはダルクオーレはいいと思いますね、うん、やっぱりそのポロコートとかかっこいいその、まあ、いわゆるダブルっぽい感じアルスターコートとかあるんですけど、まあ、あれだとちょっと重くなりすぎるのかなっていう人はこのぐらい の色味とかシルエットの、まあ、チェスターコートで、まあ、中は割と軽装でパッと羽織るような軽やかさっていうのを演出してもいいかなと思いますね、うん、まあ、丈感とかはですね僕よりもうちょっと僕が今173から4の間行ったり来たりしてるんですけど、まあ170前後ぐらいですかねの方にはいいかなと思いますね、うん、160センチ台中盤から170ぐらいにかけてかなと思いますね。で一応お値段の方が、はい、こちらですね、見えますか、29万5900円、税込みになってます。はい、カシミヤ100ですよ。100っていうのがまたですよ。普通に何ていうの、作ってもそれこそこういう本格クラシック系以外で作ってもこれぐらいしちゃいますからね、うん、こう今同じやつなので、しかもかっこいい一流の、まあ、タルコーシュのね手がけてるものですね。多分これゾーン名義のものじゃないかな、このシルエット的にも、うん、ですね、はい、というふうに思います。じゃあ次、これちょっとびっくり、そのびっくりというかこの品というよりかはその X にねちょっと上げた答えなんですけど、その反響の 多さにねちょっとびっくりしちゃったっていう、うん、すごかったですね。いやすごかったね、本当に。いやまあいろいろちょっと思うところあったけどいやこれステリラティーノですね、アトリニのいわゆる、まあ、セカンドブランドというか、まあ姉妹ブランドっていうんですかね、として、まあ、有名なファクトリーですね、うん、はい、になりますね、はい、少し前の、うん、まあ、いわゆるアトリーのセカンドブランドっていうとそのサルトリオですねがイメージにある方多いと思うんですけど、まあ、今そのサルトリオはキートン傘下になっているので、うん、まあ、そこからまあくら替えするというか置き換わる形でステリラティーノっていうのは今出てますね。でカッティングとしてはめっちゃモダン、めっちゃこうモダンというか、まあ、モード感入ってますよね。襟がなんか独特ですね。うん、そうですね。一応これ形としてはアルスタボートっていうのになるんですけど、こうですね。でもなんか全体的にすごいエッジが効いてるんですよ。うん、だからこうトルソー映えするっていうのかな。そうトルソー映えするんですよ。めちゃめちゃ。うん、だってそのインパクト、写真のインパクトとか、その全体的にエッジがシャキシャキっときて。引いてる感じっていうのがすごい、まあ、X 的には受けたのかなと思いますね、うん、あんまりうちではねその扱わないんですよこのブランドって、うん、なんですけどね、うん、すごい反響ありましたね、うん、はい、どうですか、僕が着るとどんな感じに見えますか。そうですね、はい、貴族っぽい。いやこれ入ってきた時に、まあ、もっとひどいこと言われましたよ。でひどくはないんですけどね、なんかこうあれじゃん言ってたじゃないですか。さ、え、言っていいんですか。あ、いいですよ、いいっす。サイボーグ009みたいな肩周りの感じと襟と、うん、そう、なんか言わんとしてることは分かりますよね、うん、すごく、まあ、アットリーにある意味すごく誇張したようなデザインっていうのがその今のまあ、ステラティーノティーノかなっていう印象なので、うん、すごいやっぱメリハリがあるんですよね。そうですね、メリハリがすごいです、うん、なのでこうウエストラインとかですね、うん、すごいギュッと絞ってあったりとか、肩の雰囲気とかちょっとやっぱアットリーニっぽいですよね、うん、構築的でカチッとしてて、うん、でまあ僕が着るとやっぱりなんていうんですか、まあアニメのキャラっぽくなる顔は無視してね、顔無視して、うん、そうなんですよ。なので、個人的にはこのブランドの立ち位置的にも、まあ、若い方の方がこれかっこよく着こなせると思いますね。僕がやっぱ30代中盤ぐらいなので、ちょっとここまで攻めてるとちょっとこっぱ難しくなってくるっていうか、いやかっこいいですよ、めちゃめちゃこの後ろとかかっこよくないですか。かっこいいです。この写真の雰囲気でも多分このかっこよさ伝わってると思うんですけど、かっこいいんですよね。うん、なんていうんですか、
ね、こう大人の余裕がない。大人の余裕がない、なんか毒舌飛んできた。いや、なんていうんですか、大人の余裕がない。まあ、なんていうんですか、やっぱ決めてる感があるので、すごくそう、決め決め感があるんですよ。で、逆にその決めてる感は若い方だったら全然出していいと思うんです、うん、やっぱりその年齢に合ったファッションっていうのがあるんで、その僕ぐらいの年齢になってくるとやっぱりアットリーニかなとか、うん、もう少しこう、なんていうんですか、本格クラシコ系っていうのかな、そのクラシコの中に割と王道的な作りのものが、まあ、しっくりくる年代になってくるんですよね。そうですね。なのでやっぱり価格的にも、これ先価格いっちゃうとこれ16万3900円なんですよ。うん、だからアットリーニとかの、まあ、いわゆるそのカスタムオーダーとかのコートと比べると、まあ、安いっすよね、うん、身も蓋もない言い方しちゃうと安い、うん、っていうところでいけばめちゃくちゃいいですよ、うん、あのコートってやっぱりまともなものを買おうとしたら20万いっちゃいますからね、普通に、普通にいっちゃいます、うん、っていうところを考えると、そのいわゆるアトリニのファクトリー品質でこういうかっこいいコートが手に入る、しかも色もめっちゃかっこいいんですよ、うん、色すごいですね。そう、ブラウンでね、すっごい使いやすい生地だと思う、もうザ・ブラウンみたいな、そう、こういう感じです。ちょっと黄身が入ったようなブラウン、そうですね、少しこうベージュまではいかないんですけど、うん、少し黄色みが入ってまだ合わせやすいかなっていう、うんうん、コートですね。はい、だって細身の方にはもう超バッチリかなと思いますね。そう、うちのスタッフの高橋くんとかに着てたら結構かっこよかったんじゃなかったかな。ああ、似合ってましたね、彼は。そうですね、彼がだいたい45相当なので、まあ細身なんですけど、まあ、彼はね20代一応前半なんですよね、うん、っていう方に、まあ、着てもらったらめっちゃかっこよかったので、うん、まあ、まあ20代から30代の前半ぐらいの方にはすごいおすすめしたいと思います。それとか、まあ、モードがね好きな方なんかは、確かにそうですね、そうですね、やっぱトータルバランスなんですよ。そのモードが似合う人っているじゃないですか。いますね、やっぱりどれだけ年重ねても、うん、っていうので、まあ僕はあの残念ながらモードがまあ世間一般的なやっぱ年を取ったら似合わなくなってきたっていうところですかね、うん、そうっていう、あ、一応もう一回ねお値段言っときますけれども、これが40、あ、ごめんなさい、これ44サイズですね。結構ちって、そんな感じしなかったな。これ全然ぴったりですね。そう、なんか46ぐらいに感じたんですけど、うん、まあでもジャケットを着るってことを考えたら、まあ、普段ジャケットで44サイズ着てる人がこのコート着たらぴったりかもですよね、はい、16万3900円になります、うん、普通に安いこれは、うん、あ、オーナーが、はい、お、オーナーが何かコメント、いや、まあ、あ、入室、はい、緊張しますねというところですね。ステリアテオを紹介しました。はい、こっからじゃあ本格クラシコいきますよ。クラシコイタリアの王道ですね。はい、じゃあこれ今回入ってきて、あ、かっこいいって思いました。はい、これが確かに旧名義だったかな、ゲン・オラツィオ・ルチアーノの、旧名義の、ラベラですね。ラベラ・サルトリア・ナポレターンですね、というので、ね、結構古いと思います。もうヴィンテージですね。のヘリンボーンの結構がっつり重い生地ですね、うん、かっこいい、これかっこいいですね、うん、うん、かっこいい、着てみましょうか。もうかっこいいしか言ってない。そうで、まあラベラーはもうちょ、今はねあんまりこう日本では名前聞かないかもしれないんですけど、あの、まあ、当時ねそのクラシックブームの時に一世を風靡したブランドの一つですね。で全体的にやっぱナポリの香りがムンムンするので、あのヴィンテージのこの、 あのラベラですね、あのは非常に人気が高いです。でコストパフォーマンスにも優れているっていうふうに言われてますね。はい、シルエットはこんな感じです、うん、どうですか。ああ、はい、襟がちょっと、あ、襟がごめんなさいね、ちょっと巻き込んでました。こんな感じで取れましたかね。はい、まあ、丈感とかは、うん、僕の身長ぐらいかなっていう感じはするけど、肩はなんか、うん、あの、はい、さっきのと比べるとになっちゃうんですけど、だいぶナチュラルと、うん、あ、そうですね、あの、ラッキーのと比べると、そうですね、うん、なので雰囲気としては一番最初にあの着たこのダルコーレにちょっと近いかもしれないね、うんうん、あのダルコーレとか好きな人はハマると思います、このブランド。
一応東京店の公式サイトがあるんですよ。実はあのどれだけの方がご存知かちょっと定かじゃないんですけれども、うん、そちらの、まあ、最新のブログですねにもここ の, あのラベラのことをあの書いてて、ぜひ読んでください、はい、そちらに書いてある内容的にはやっぱりあのぜひね若い方にもチャレンジしていただきたいというかチャレンジしていただける金額 の, あの本格クラシコ系なのでどうですか。むしろ綺麗ですよ。綺麗に収まってますよ。うん、肩がちょっとシワが入るかなってぐらいですけど。肩ですか、うん、うん。横に若干ぐらい。あ、そうですか。ちょっと張ってるかなっていう。ちょっと張ってるかな。うん、確かにね、まあ、生地も地厚だしね。うんうん、生地ね、硬い。硬くはないか。うん、でもしっかり。しっかりめですよね。うん、しっかりめですね。そう。クラシコ系のものにしてはしっかり系ですね。うん、色がちょうどいい。いい感じ、はい、やっぱコートなんでねこのぐらいねパリッとしてると安心感あります、うんうん、ですね、はい、いう感じでございます。割とねやっぱスタイリッシュだし、まあ、ヴィンテージっていう雰囲気あんま感じさせないそのモダンさがあるよね、うん、で僕はやっぱ一番びっくりしたのはこんだけ硬い生地というかしっかりした生地使ってるのにこの袖付けのこのボリューミーさっていうのこのまあ納得みたいな確かにね、うん、ナポリーっていう感じが出てますね、うん、たまらんですね。めちゃくちゃ動きやすいというところです。でこちらが、ちょサイズとしては46相当になりますね、うんうん、着た感じだとねさっきのラキーノよりもちょっとあのタイトかなって気がしました。あそんな感じしますね、うん、でお値段が一応196,900円になるので、はい、本格クラシコのコートで一応値段切ってくるこの20万切ってくるじゃ素晴らしいなと思います。なんか笑ってるけどどうしたの。いやコメントであの大人の余裕がありますね、はい、大人の余裕があるさっき余裕なかったしさっきの余裕さっきこっち来た時僕結構余裕ない余裕ない人に見えましたまあ普段からね割と余裕なさそうって言われますからね、うん、余裕出ましたね余裕出ましたねようやく落ち着いてきたわ年齢で、はいっていうお品になります、はい、で、次ですね、はい、これもあ、はい、次はこれですね、こちら、先ほど の, この今来たプラントと同じです、うん、はい、旧ラベラになりますね、うん、これは満を持してっていうところかな、うん、これかっこいいですね、かっこいいですね。でこれ一応お披露目は去年の、うん、やったんですけど、なんで売れなかったんだろうっていう、うん、いや不思議ですよ。結構タイトだと思うんですよこれ、うん、いやでもタイトな人いたよ。いたんですけどいたよ僕よりタイトな人なんか、うん、あのジャケット着てきたいって方に対してはちょっとサイジングでタイトだったかなっていう。あでも、まあ、彼女が言った通りそのラベラって実寸よりもハーフサイズぐらいタイトなんですよ、うんうん、まあ、これは多分どのジャケット着ても、まあ、そんな感じだなっていう気がしてて、全体的に他のブランドさんと比べるとやっぱややタイトで、うん、まあ、攻めたフィッティングかなと思いますね、うん、このラベラの、ね、46サイズのスーツが着れてた時代が本当懐かしいですね。懐かしいですね、うん、まあ、こんな感じでございます。あ、はい、文句なしですね、まあ、文句なしですよ、うん、いやもうずっと触ってたいカシミヤ100でございます、うん、さっきねこの肝を下ね気持ちいいね気持ちいいんだよこれが。最初の方に出てたグレーと比べるとちょっと光沢感強いかな、うんうん、そうですね。さっき比較してみましょうか、うん、これ最初に来たダルクオーレですね。ダルクオーレのチェスターでこれがよいしょラベラのチェスターですね。ツヤっとしてるかな、うん、そうですね。ちょっと光沢感が強くて、うん、よりなんていうのラグジュアリー感がありますね、うん、そう。どうです、余裕出てます。うん、余裕出てると思います。そうですね、あの雰囲気に余裕は出てるけどあのサイズに余裕はない。サイズに余裕がないでしょ、ちょっとサイズに余裕がないんでやっぱり結果として余裕ない、ね、余裕がないいう、はい、こういう感じですね。まあ背中とかのシルエットも
感じですね、うん、いいですね、はい、うん、高いね、ここの後ろが襟腰というか、うん、ラインがね、うん、でウエストはしっかり絞ってますね、うんうん、なのでこれそうですね、普段42サイズとかの42から44ぐらいの、あのジャケットとかスーツ着てらっしゃる方は羽織るとちょうどかもしれないですね、うん、で基本的にコートを選ぶときは、ご自身のジャケットのサイズよりワンサイズぐらい上のものを選んだ方がいいかなと思いますね、うん、で物によっては、ま、その普段着てらっしゃるジャケットとかスーツと同じものでもいい場合もあるんですけれども、うん、ま、特にこれに関しては結構タイトですね。あ、お値段言うの忘れてましたね。これが、46サイズで20万6800円、うん、いや、いいのこの値段で結構安くない？思ったより結構びっくりするな。カシミヤ100円、そうで、しかもかなりハンド入れてるし、うん、作りとしてもね、さすがコスパの、うん、コスパの鬼キュラベラですね、うん、まあ、本当にラベラはあの掘り出し物が多いので、うん、あのネームバリューとかに、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、引っ張られることなく、あのぜひ手に取ってみてください。あの本当にいい品があるので、うんうん、あのラベラは僕はおすすめしてますね、はい、では、またここから、新内が続きます、はい、まあ、なんかご質問とかあればお気軽に、はい、コメントください。お待ちしております。お、じゃじゃん、なんか丈短いやつ来ましたよ。これ丈短い。なんか可愛いの来ましたね。可愛いの来ましたね、これね。これはピーコート。ピーコートかな。ピーコートですね。はい。アトリーニです。はい、先ほどの、ね、ステリラティーノの、まあ、親玉的な、まあ、兄貴分ですね。の、ピーコートが来てますが、なんか僕が知ってるピーコートと違うなんか違う、なんだろう、着てみましょうか。なんだろう、まず軽いね、まあ生地がね、そう、生地がなんかラグジュアリーだよこれ。こんなんですけど、なんかこれ襟越し高くない？あ、本当だ、うん、似合うね。あ、本当？ありがとうございますそう、ピーコートね、なんだろう、僕らの世代なのかな、めっちゃ流行ったんですよ、ピーコートって。流行りましたね、うん、でも、しゃくしもピーコートって印象があって、なんか最近の若い子たちはピーコートなんかえらい気嫌いする傾向にあるんですけど、いや、これかっこいいですよ、うん、やっぱりその本格ピーコートですからね。そうですね、なんちゃってピーコートじゃないんで、うん、その本格ピーコートってなんだろうねいや本当のピーコートはあれですからね、グレオですからね、うん、っていうところだと本格じゃないのかもしれない。ちょっとよく分かんなくなってきたいや、その作りとしてはあのめちゃめちゃいいですよね。そうですね、うん、クラシコ的なやっぱり解釈っていうのかな、うん、もうありつつすごい上品ですね。うん、で丈感とかも加味して、なんていうんですかね、あのそのいわゆるオーバーコートとしてね、結構この辺りって、まあ、当たり前ですけど着ることになるんですけど、要は一番もうこれ以上上には服着れないよっていう、うんうん、感じで、あの、まあ、こういうチェスターとか、まあまあ、この後紹介するポロコートとか、まあ、そういう感じなんですけど、まあ、このピーコートに関してはなんかね、本当にジャケットの代わりとして羽織っても違和感ないんじゃないかっていうぐらい、作りとしてはストレスがないですね、うん、だし上品っていう印象がありますね。生地としては千鳥格子にブルーかな、うん、ブルーだね、そのいわゆるネイビー系。そうですね、うん、すごい落ち着いた色で、そう、結構生地にも色が入ってるんだよね、うんうん、なんかそれ襟が、うん、なんか独特ですね。あ、ここ襟の雰囲気、うん、確かに、うん、僕見えないけどなんかすごい立体感があるんで、なんか何でしょう、ピーコート特有のちょっとのぺってした感じはそれだいぶ軽減というか、それがなるほどなるほど、うん、まあ、これはやっぱり既成の王様アトリーニのハンドのやっぱこのふわっとした、ふわっとした感じ、うん、立体感が出てるのかなと思いますよね、うん、いや、これかっこいいですよ、
やっぱりね、トルソーに着せるとこの辺りって全然実力が出なくて、あの着た方がかっこいいんですよ。そうですね。そう、で逆に結構攻めたそのモードっぽい感じのカッティングのやつってトルソーが入るんですよ。入ります、ね。うん、トルソーが入るからやっぱりそのキャッチーで、いわゆるインスタとかああいう、まあ、SNS 映えするんですよね、うん、これ全然入らないです、インスタで。写真撮ったけどなかなかですよね、やる気ないよね、この服トルソーに着せると。そう、でも人に着せるとやっぱり待ってましたって言わんばかりのやっぱそのメリハリ感というのが出るんですよね、うんうん、やっぱこれテンション上がります、うん、着て僕が長く喋ってるってことはテンション上がってるってことなんですよ、はい、ご存知の通りですね。これがサイズとしては46で、はい、お値段が、24,900円ですね。やっぱりそう考えるとさっきのキャメル異常に安いです、うん、安いよ ね、 ね、いやお値打ちですよ。なんか安いって言葉言うとちょっとね安っぽくなっちゃうんで申し訳ないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとお値打ち感が強すぎるっていう気はしますね。でもやっぱ僕好みだな、うん、このピーコートはすごく、あ、うん、すごい好みです。アトリーニで、あ、でこれね、一応あの規制じゃないんですよ。アットリーニ規制の王様って言うとって何言ってんのって感じなんですけど、一応アットリーニはあの規制ベースで、あの一応カスタムオーダーというか、まあ、MTO とかっても言うんですけど、いわゆるメルトオーダーですね、はい、まあ、パターンに近いな、でその人の体に合わせるっていうことをやるので、うん、まあ、これはそうですね、メインラインにはないやつですね。確かね、どっかに書いてあったと思うんですけどね、なんか、あ、そうですね、あの中にその作った方のお名前書いてあったところがあるんですけど、これ切ってありますね。あ、はい、で一応ベースとなる、サイズが46って書いてあるんですけど、うん、はい、それが、その横ですね、その横のお名前が入っているところが切られているので、まあ、間違いなく、うん、はい、あのいわゆるカスタムオーダー品ですね、なるかなと思いますね。これいいぞ、うん、これいいぞって結構ビビってきましたね。結構適合サイズあるかもな、この感じ、僕に。どっち行こうかな。アトリーに行くか、ちょっと小休憩挟みます、休憩。はい。はい、間に。じゃあこれ行きましょうか。でれん。中古ですね。はい。これは、いわゆるポロコール、ポロコートってやつですね。はい、若干噛みました、今。ポロコートですね。やっぱ正統派って感じですね。で、ブランドはこれカスタンジアです。あのイタリアのサルデーニャ島っていうところにある、あのまあファクトリーブランドなのかな、ちょっと立ち位置が何とも言えないブランドなんですけど、まあ、あのサルデーニャ島で一番古い、サルトリアと言われてますね。うん、で、まあ、ハウススタイルは結構時流に合わせて作ってるんですけど、なんかあんまりナポリっぽいようなその南っぽい印象では全然ないですよね、やっぱサルデーニャ島の。うん、どうなんだろうな、割と構築的ですよ、作りとしては、うん、で日本ではね、割とそのすげえコスパがいいっていうふうな、切り口で語られることが多いんですけど、まあ、こういう服みたいに、まあ、なんていうんですか、まあ、隠れた名作じゃないんですけど、うわこれはっていうのね結構出てくるんですよね。はい、はい、こんな感じでございます。なんか逆にこっちは、はい、なんだろう、貫禄が出た、貫禄が、はい、いやその通りなんですよ、うん、やっぱりポロコートって貫禄があってなんぼっていう、あ、はい、そういうコートなんですね、うん、なんでそうやっぱりこう時代に左右されない普遍性ですかね、うん、うん、っていうのがあるので、うん、この堂々としたこの風格っていうのかな、これがやっぱ出てるやつはかっこいいですよね、うん、そう、この生地としては、うん、キャメルなのかな、なんだろうねベージュなのかな、生地はこんな感じです、はい、ヘリンボーになってますね、こんなんです、うんうん、これもいい色っすよ、うん、ボタンも普通に水牛だし、手抜いてないですね、作りとして、うん、すごいかっこいい、
肩は割と構築的なかな。そうですね、雰囲気としては本当にまあ王道、ザ王道っていう作りですよね、後ろとかどんな感じですか。後ろは綺麗ですよ、はい、後ろも綺麗、ありがとうございますこれも個人的にはお気に入りなんですよね、やっぱ構築的な雰囲気が私好きなんで、なんか欲しいなって思っちゃいましたね、はい、で、まあ、これもやっぱりさすがコスパの鬼の一つと言われる、まあ、あのカスタンジアだけあって、あの いいプライスですね。サイズ46で、16万3900円です、はい、女の方から、はい、このカスタンジアはポロコート激色を含んだダブルチェスターコートにも入れないとも言えると。ああなるほど、まあ、そうですね、確かに、まあ、本格なんていうんですかね、本格ポロっていうとちょっと違うかもしれないですね、なんかいろいろなんていうんですか、やっぱミックスされてる感はあるから、ピティール的にはこのこれどこなんですかね、ちょっとオーナーにも聞きたいんですけど、このタグあんまり見たことないんですよ。これこのタグ映ってます、これ。僕はこのタイプのタグは初めて見たかもしれないです。いつの時代の答えなんだろうなと思いますね、どうなんですかね、たまんないっすね、でもたまんないっすね。お値段はだいぶあれですね、あのプライスいい価格がついてると思います、はい、サイズ合う方はぜひ。どうですか、質問とかは今のところ来てなさそうですかね。そこ大丈夫ですね、はい、そう寂しがり屋の特別スタッフはすぐにコメント求めますからね。寂しがりですね、寂しがりですね。そうですね、この辺りからちょっとサイズが大きくなってくるので、あどうだろうな、ちょっとジャケット着た方がいいのかな、どうだろう、ちょっとまずは着てみましょうか、ね、この辺りも、まあ、カスタムオーダー品が続きますね。何この素材え何これ、なんか爽やかっすね、爽やか。ちょっとこれあの情報いただいていいですか、バカちゃん、このあ、はい、QR コードで少々お待ちを。これリネン入ってない、シルクと、事前に調べとかないのかいっていうのですけど、あやっぱ入ってますね、うわこれね、すごい。これもいわゆるアルスターコートかな、ディティールとしてはこれね、そう、これシルクとなんかリネン入ってますね、ウールシルクリネンですかね、コメントで、あの、はい、竹感的には全体的に膝丈、はい、まあ、膝丈ぐらいで少し短めですね。あ、どれどれ、多分さっきの、あさっきの答えですね、確かにちょっと短めですね、そうですそうです、いやちょっとスタイリッシュな雰囲気がありますよね。あと今回紹介されてるポット全体的なところでっていうことなんです、あの竹の長さ、あー全体的にってこと、僕に対してってことかな、どうなんだろう、どうなんでしょう、僕はあの膝丈あの今映ってないんですよあのいろいろコメントください。まあでも最近のそのトレンドでいうと長いのが流行ってたり、それと比べると、まあやや警戒感があるのかな、それかシンプルに僕の足が長いとか、それはないか、それはないですね、はい、つまんないこと言っちゃいましたね、はい、これはなんかすげえなって思いますね。どうなのかな、これサイズ的に、あどう、あいや中ジャケット着た方がいいかな、これどうです。そうですね、まあ、ジャケット着ても良さそう、ギリやばい、これはやばい、やばい、サイズのことじゃないよ、えサイズじゃなくて着心地ですよ、あ着心地ですよ何をしますか着心地やばいわ、すごっ解説すること忘れちゃった、え何これ、いや贅沢だな、贅沢だなこれ、ジャケット着ますね、はい、いやこれでコート作っちゃうんだっていう、驚きでしかないですね、たまらんね、
と何着ようかな。コットン、あ、キアイアとかちょっと着てみますか。どれがいいんですかね。ちょっと薄手、うん、あの厚手のもの着るとあのちょっと心配で、心配なんで。そうですね、はい、ダルコーレとかダルコーレ48とか着てみましょうか、うん、皆さん色合わせはちょっと無視してください。ごめんなさい、サイズが近いものに来ますので。アトリーニっぽいんですよ。あ、うん、と思いません？このさっきの機体とかいろいろ着て、うん、あ、ボタンかけると間違ってるな。そういうのないか。僕の着方が悪かったかな。よいしょ。はい。一応中にジャケットを着てみました。うん、はい。どうですか？あ、でもちょうど、うん、ちょうどですかね。うん、と思います。肩周りとかの立体が出ました。肩周りいい感じですね。お腹がギリギリお腹は力に出ます。はい、聞こえますね、うん、袖丈とかは良さげですね。そうですね、うん、まあ、物によってはもう気持ち、僕だったら長くてもいいかもっていうところですが、うん、でもこれは多分ですけど、僕よりはもうちょっと身長低めの方かな、うんうん、多分があの仕立てられたんだとは思いますね。でもかっこいいかっこいいだったと着心地にビビりますこれは、うん、生地こんなんですね今回、はい、この、うん、なんか冬っていうよりかは、うん、秋、春秋っていう雰囲気かも。そうですね、うん、こう見方によってはサマー生地っぽいかも、うん、そのぐらいこの光沢感ありますね、うん、贅沢。いや、あえてコートでこういう素材で作っちゃうんですね。いやちょっと僕にはね、うん、ちょっとこれをカスタムオーダーで作る勇気ないわいやだからこそいいんじゃないですかね、こういうのって。その自分じゃ絶対作んないだろうなって生地が、うん、こういうその、まあ、完成品として存在するんで、だからある意味失敗はないですよね。確かに、うん、自身とサイズが合えば、うわ、こんな合わせあるんだ、欲しいってなるかもしれないです、うんうん、僕はなりました。知れますね。でこれは、サイズが48から50で、お値段は、27万3900円になっております、うん、これもね、適合する人多いんじゃないですか。そうですね、うん、サイズ的にもね、うん、気はしておりますね。何人かちょっとあのうちのお客さんでね、思い浮かびましたねあの人多分合うだろうなっていう、そうですね、思いましたね、はい、っていうのと、あとこれ、あ、これはやばいやつだ。これやばいやつですよ。これは、うん、いやもうあの度級です。うん、超度級。あ、やっぱね、こうこれだけだと分かんないのがこの素晴らしさ、言っちゃうと、うん、これですね、コスタンティーノの作品です。お、はい、コスタンティーノの、一応軽く説明しておくと、そのコスタンティーノっていうのはフィッターさんなんですよね、うん、でコスタンティーノさんと、もう今はお亡くなりになっちゃったんですけれども、ペリチェ・ビソーネさんっていう方ですね。これも、一応伝説的な、まあ、いわゆるサルト・フィニットですね、仕立て職人と言われている方ですね、がタッグを組んで、まあ、ジャケットの方ですね、とか、まあ、こういうジャケットコートとかをやってたんですよね、うん、一応今コスタンティーノってブランド自体はあるんですけれども、うん、もうビソネさん亡くなっちゃったので、その存命期の作品っていうのは、超希少ですね、はい、レア中のレア、ね、そうですね、だし、まあ、これをあのなんていうかな、その所有できるっていうこと自体がすごくなんか光栄というか、うんうん、やっぱり、うん、素晴らしい一品
だと思いますね。やっぱりその伝説的な職人の生きた証がこういう形で残っているっていうのは、そうですね、変えがたいかなと思いますね。はい、これ試着したんですけど、ちょっと僕にはね袖が短いんですけど このよいしょ、この肩がいいですよ。この雰囲気どうでしょうか。はい、おお、そう、なんか今までにないシルエット。あー、ね、ですか。うん、なんか他の、はい、今日着た中でもまた独特な、うん、どのあたりが独特ですか。なんだろう、まあ、生地もそうですし、はい、まあ、形でいくと、形でいくと、でもなんか袖とかもなんか、うん、うん、袖、いや、はいはいはい、いや長さとかじゃなくて、なんていうんだろう、ここ、なんかここですか。肩からこの、はい、の流れっていうんですか。流れ、ああ、はちょっと違うって感じがしますか。うん、うん、確かにね、ちょっとこの辺り作りジャケットっぽいような気がするな。うん、それかあれかな、ちょっと脱いでみましょうか、一旦こっちを脱いで、もしかすると僕は着膨れしてるだけかもしれないね。うん、ちょっとね、あの、その彼女の言ってることがどういうことなのか、ごめんなさい、今鏡がね、鏡がちょうど今このこれで塞がっているんで見えないんですよ、自分の姿が。なんで着てみましょう。で、その仕立てをね担当してる、そのしてたですね、してたあのビソネさんは、あの、まあ、いわゆるあれですね、師匠があの人と一緒なんですよ、あのパニコと一緒なんですよね。うん、なんであの作りとかもちょっとパニコっぽい雰囲気はあるかもしれませんね。うん、そう、まあ幼馴染なんでね、なんといっても、はい、こういう感じでございますね。こっちの方がいいのかな。あ、こっちの方がなんかすっきりしますね。うん、あの単純に着膨れしてるだけでした。はい、なんちゅう落ちやねん。はい、ですね、はい、これで肩の雰囲気とか袖周りの雰囲気とか出たんじゃないですか。ああ、うん、出たと思います。はい、まあ一言で言うと、まあ、肩周りとかすごい構築的ですよね。うん、カチリしてて、うん、これ軽いんだこれが。うん、全くね、まあ、生地化ももちろんあると思うんですけど、その仕立ての仕方ですかねっていうのが、もう、あの、本当に素晴らしいですね。全くもうこれだけのコートを着てるとは思えないですね。うん、で、まあ本当にこれもオーソドックスな感じですけれども、うん、これがいいんですよ、感じが。オーソドックスな感じがいいんですよ。でもやっぱりサルトフィニットすげえなって思いますね。うん、伝わるこの感じ。伝わんない。伝わんないか。俺だけかな、テンション上がってるの僕だけだったかもしれません。生地がこんな感じです。これもね、すごいサラッとしてますね。うん、生地感としては、なので真冬というよりかはやっぱり季節の移り変わりの時期に着るのがいいかもしれませんね。うん、なので春先とかにちょっと楽しみを取っておくっていうのがありなんじゃないですか。でもこのレベルもう出てこないですからね、うん、探そうってなって。なのでゲットできるうちに、そのサイジングとして、まあ、ベストに近いですね方はとか、直しが効くとかっていう方はもうゲットしておくのが絶対僕はいいと思います。はい、後悔本当にさっき立たないんですよね。うん、ですね。でこれコスタンティーのサイズとしては表記48から50です、うん、はい、でプライスが29万5900円っていう、まあ、絶妙な金額ですね。絶妙、30万円切ってくるっていう。で、まあ、そうですね、本当に、まあ、仕立て品ですねをこの価格でゲットできるっていう、しかも重量ですよ、コート、うん、がゲットできるっていうのは、うん、なかなかないんじゃないですか。まあ、オーナーが今年の、まあ、締めくくりのテーマとして、まあ、持ってきたのも分かるかなと思いますね。うん、っていう感じでございます。ちょっと若ちゃんにはこれの魅力がちょっといまいち伝わらなかった。
爽やかに出るんですけど、すいません、めちゃめちゃいいですよ。これ一番気に入ったかもしれない。それ出せるかな、出せそうな気がしますね、うん、あのこれイベント終わった後になんかラインナップかって言ってたらそういうことだと思ってください。はい、こんな感じでしたね、他にもあるんですが、それ以上はねちょっとサイズアウトしちゃうのでご紹介は、ちょっと今回は見送りますけれども、まあ前半だけでもちょっと鼻息荒いような答えがね、はい、たくさん入ってきてるので、あの僕にサイズが近い方とかはぜひ、まあ、今回の動画をね参考にしていただけたらなと思いますね。はい、これも40サイズ相当、42、44サイズ相当の人はこれを待ってますから、これは今日紹介してないんですけどね、カシミヤジャケットが十分暖かいのでコートは薄手でいいのかもって、はい、いいのかもそうなのかもそうなのかもしれません。あのカシミヤジャケット着て薄いこういうのを着ると、うわ粋だね粋だね、なんかなんていうんですかね、やっぱりやっぱり本当のお金持ちはね、考えることが違いますね。で、こういう素材を持ってきちゃうんでしょ、冬に。ああ、そういうことですね。こういう、ね、薄手で、ね、中を厚くして。うん、やっぱなんかね、現地にそこらしいですよね。そんな素材感に、うん、そのとやかく言わないっていうか、うるさく言わないらしいですよね。その自分が着たいものをその季節に合わせてうまく取り入れるっていう、そう。っていうのは、やっぱり見習いたいなと思いますよね。そうですね。うん、他人の意見。どうこうじゃなくて、やっぱり自分の中で正解をちゃんと作って、でもその正解を作るのはやっぱり世の中の常識とか当然してないといけないんで、その中で自分のその自由を表現するっていうのは、うん、まあ素晴らしいなと思いますね。そうですね。うん、っていう、はい、今日はコートですね。はい。特集を、改めてご紹介しました。はい。で、一応今月ですね、今月来週か、もう来週これ迫ってます。これ、はい、じゃん、あ、反対だ反対だよ、刑事の美学店ですね、当店と一応コラボしているホワイトキングスです。ホワイトキングスが、主催であるアンティークウォッチの祭典が、年1回ですね開かれますので、そのタイミングで、オーナーの方も在店しますので、ぜひですねお越しいただけたらなと思います。はい、はい、いつも通りあのその場でのお買い取りもあのオーナーがやりますので、僕はそれを横目に見て試着して喜びます。はい。って感じでございます。どうもありがとうございました。はい。じゃあ最後ね、質問なければもうこれ締めようかなと思います。はい。大丈夫そう。大丈夫ですかね。ね。あとこっちのジャケットの方もですよ。ジャケットもまあまあ冬物入ってきてるので。ああ、そうですね。だいぶ充実してます。そう。充実してますよ。というところでございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。